します。あと、グッズもねたくさんあって、すごく人気なのが下敷きなんですね。B5 サイズの下敷きなんですけど、こんなね暑くなる季節にもってこいなんですよ。なぜかというと内輪代わりになるからですね。そう、結構ね重宝してますという方が多くて、大人の方でもね下敷き、買ってくれるかなと思ったんですけど、とても好評で、はい、なので、そちらも今日もまだありますので、ぜひこの後手に入れてみてください。それではの曲はピアノ弾き語りでお届けしたいと思います。5月28日に発売しました、アルバムレインツリー、より、その中にもすごくキーとなる曲はいっぱいあるんですが、そうだな、この、今ちょっとね修行期間をいただいているんですけれども、 その期間を取るにあたってすごく、悩んだ時にいろんな曲を書いて、それがそのレインツリーの中にキュッと凝縮されているんですが、その中でもすごくこう人の温かさに触れて、私は動物占い狼なんですね。突然なんだよって思うかもしれないですけど、狼ってこう一匹狼って言うじゃないですか。で、私もすごい一人の時間はとても好きだけど、やっぱりこう誰かと一緒にいる時間もとても大切だなと大人になるにつれて思うようになってきたんですね。なのでこう、人との関わりを、しっかりこう自分の中に何て言うんだろうな、取り込みながら、それをしっかりつないでいけるようなこう生き方をしていきたいなと思うようになりました。そんな風にいろんな人の気持ちが私の今を作ってくれているんだなという思いがあふれた時に、この曲を作りました。私に関わってくれている全ての方に、この歌で感謝を届けられればいいなと、離れていても一人じゃないよという気持ちが伝えればいいなと思います。それでは過去最後の曲です。聴いてください。最新アルバムレインツリーより宿り木。Oh.
ことのない強くて優しい